菅名純です。建築家をやっています。妻のさくらです。沖縄で市民家ヴィラという宿を2人で運営してます。沖縄の現代の民家を作りたくて、まあ、前提として沖縄の魅力ってやっぱ自然がやっぱ一番なんで、自然をリスペクトするっていうところから沖縄の文化って始まってるんで、当然昔の家もそういうこう成り立ちになってて、それをこう今の生活に合わせた家を考えたかったっていうのも新民家の意味なんですけど、普通のホテルだとこういろんなものがあって当たり前なんですけど、もちろん便利でいいと思うんですけど、新民家っていうのはやっぱ住むように暮らすっていうか、風の流れとか鳥の音とか家の中と外と間のみたいなこう体験ができるのかなっていう。やっぱりその海外とか県外からの方っていうのは大幅にダウンして来られる方が減ってしまったんですけど、で、まあ、周りの宿もみんな同じような状態ですけど、まあ、ただまあ逆に県内の方が泊まりに来てくださることの方が増えて、まあ、逆にこの新民家っていうのも当初の、ね、目的としては、うん、沖縄の人たちに新しい木造のを体験してもらうっていうのが本来の目的だったから、自分たちのやってることが間違いじゃないってことも発見できたし、その新しい発見をまた今度は、まあ、だから変わらずこの自分たちのやっていることを落ち着いたらいろんな人にもっと来てもらって、まあ、今後も発信していきたいっていうか、そうだ、来てもらいたいなと思います。